はい、皆さんこんにちは。本日は僕たちが買ったスノーピークのエントリーパック TT をですね、今回がこれ4回目のキャンプになります。なので今まで使ってきた感想とかですねを皆さんにお伝えしていけたらいいなと思っております。で、今日はまず妻と2人でどのぐらいの時間で立てれるかというのをですね、まず最初にやっていきたいと思います。それではタープまで立てていきます。よーい、どこだ、よーい、スタート。はい、はい、ただいまの時間見える、これ見える、見えてる、まあ、大体問題なければ40分ぐらいで完成すると。ここから、今タープテント立てて、タープ立てて中にインナーテントまで張ってるので、まあ、ここからまたちょっと詰め込み作業で中の部屋を整えていきたいと思います。10分ぐらいで終わるよね。風、ああ今日はね、風が強くて、風なかったら多分30分ぐらいで立てれます、30分ぐらいで終わるんですけどもう僕めっちゃショックで、このカメラが風で倒れて地面に叩きつけられました。でもカメラはね、ちょっと端っこが傷ついただけで、いやまあ本当それぐらい風強いんで皆さんも気をつけてください。風、うん、とりあえず中に詰めていきます。はい、では改めて約まあ40分から50分ぐらい、晴れてればもっと早いかなっていうような感じですね。今日は風がね、強かったな、強くて、テントの中もぐらい結構広々と、これ今日マットレスを買ってマットレスを持ってきました。こんな感じで、なので後ろはこのぐらいですね。広いね、広いね、リラックスね。で、今これカメラを置いてる方がちょっとした、まあ、リビングみたいになってるんで、まあ、ここでお湯沸かしたりとかやって、まあ、過ごしてます。とりあえずちょっとコーヒーでも飲んで、ゆっくりレビューをしていきたいと思います。まあとりあえず男女で40分ぐらいでできるということです。
おぉ、うまっ。はい、では今日の食事完成しましたので、今から食べながらちょっとこのスノーピークのですね、エントリーパック TT を購入してどうだったのかっていうのを2人で話し合っていこうと思います。息子はぐっすり寝てます。はい、めっちゃうまそうやん、カレーが。今日はカレーですね。やばいね、ちゃんとほら、こんな感じで一人分ずつ。これさら2枚あんの？あるよ。ほい。まあね、まずなんだってこの、まあ一つちょっといいことを先に言うんですけど、あの立てやすさね、うん、こんだけ大きくてしっかりしてるのに今日も40分ぐらいで立てれたので、初心、やっぱり初心者っていうか、キャンプ始めたての人はすごいいいよね。私も全然、普段インドアなんですけど全然立てれたので、うん、1人だとまあ厳しいと思うけど、2人なら全然いいよね。ね、2人いれば、うん、ちなみに僕が前も言ったんですけど165cm で、妻が148cm そうです。で、中でもしっかり立てれると、うん、はい、ありがとう。そんなにね、力がない人でも全然立てれるかなって感じですね。まずはその立てやすさですね、うん、やっぱりスノーピーク様々のこの立てやすさ、うん、素晴らしい。あと褒め、あの一つ褒めてからいただきたいと思います。やばくない？このカレー、ほんとめっちゃ美味しそう。ちょっとこれをご飯、めっちゃご飯も美味しそうなの。いただきます。うん、うん、おいしい。めっちゃうまいね、うん、最高や。久々食べたね。うん、久々これ食べた。まあこんな風にね、インナーテントの前にちょっとしたこうリビングみたいなのがあるんで、ここでご飯食べたりで、今結構あの目の前がオープンにしてるんで、火とかをですね扱っても、まあ、空気の入れ替えがしっかりできるね、うん、夏とか暑くなれば向こうも開けれるんで、うん、結構吹き通しってんだっけ、風通し、吹き抜けか、うん、吹き抜け感があって、うんうん、まあ、涼しくなると。でちゃんと網もあるから、その虫とか、私虫嫌いなんですけど虫とかも、まあ、入ってきにくい、多少は入ってくるけどっていうのあるね。あとさっきもあの通りがかりの人に話しかけられたんですけど、おしゃれだっていう風に褒めてもらえるのでそれ嬉しかったね。おしゃれなテントだねって言われましたまあ、あのエルフィールドと迷ったんですけど、うん、
そのこれからのシーズンはちょっと夏が来るかなっていうので、あのエルフィールドはなんかこうカーテンがついてるの下に、うんうん、はいはい、スカートかがついてて、なんか風通しがあんまり良くないみたいな、まあ冬はすごい快適なんだけど、ね、夏はあんまり向いてないみたいなレビューを見たので、まあ、これからもう今日なんてすごいあったかいんですけど、まあ、ちょっと風が強くてあれですけど、あったかくてすごいいい天気なんで、すごい、ね、そういう時でも涼しく快適に使えると、うん、まあ買ったのは冬なんですけど、別に冬でもそんなめちゃくちゃ寒いってわけでも ないよね、うんうん、ないから、私たちが住んでる宮崎とかは九州とか南の方は全然これでいいよね、冬かもね、うん、雪が降らない地域は全然いいかもしれない、ね、風が強い。一つのテントが二つにこう分かれてるっていうのがすごい一番の強みかも。寒い時はこっち あのリビングの方で、あのストーブを焚いて安全に、こっちはすごい空気のすごい出入りがすごいんで、ほぼ外やもんね、うん、でこっちでもストーブ焚いてしまえば、こっち あのインナーテントの中もすごい暖かくなるんで。そうだね、結構暑くなったもんね、この前にしてもうますぎ、うん、おいしい、めっちゃおいしい集中してしまう、こっちに、うん、このテントの不便さとかある？不便さ、どうなんだろうな、あんまり感じたことはないけど、まあ結構幅を取るんですよ、うんうん、タープもあるし、テント自体も結構幅を取るから、やっぱりこうオートキャンプでもちゃんと価格ギリギリまで使っちゃうってとこかな、うん、うん、余裕はないやん、うん、テントだけでその価格がいっぱいになっちゃうから、テント外で何かしたいとか何かをこう広げてるっていうのはちょっと工夫が必要かもしれないかな、うん、私たちはあんまりテントの外で何かしたりとかはしないから、まあ息子もいるので、うん、そんなにこう不便さは感じなかったけど、テント外で何かする人は不便かもってか、うん、工夫が必要かもだね。まあそんな時はタープ立てなくてこれだけでもいいと思うんですよ、うんうんうん、タープの長さとかも変えれるんで、うん、そうやね、ゆったり使えそうな時はタープをこう長めにして、今日とかはもうテントにほとんどかかってる状態なんですけど、この前はね、うん、この前の白浜の時は結構長めに使って、うん、大胆に使ってみたのね、うん、綺麗だったね、うん、まあでも身長が高い人とかは無理かもね。そうだね、あーそうかも、身長が高い人がね、うん、やっぱり165センチの僕でもあのコロナ禍で作業とかしてると腰が痛い、うん、中腰でずっと過ごさないといけない、うん、確かに。ほらこれ最高何センチだったっけ、前の動画で言ったんだけど、140、150ぐらい、今流行りのあのやっぱりポールテント、ワンポールテント、うん、あの三角のやつ、あれね、うんうん、あの流行りのやつとかに比べると高さがないんで、ちょっと身長が高い人はちょっときつい、うん、そうね、うん、僕たちみたいにまだちっちゃければね、うん、腰が痛いで済むかもしれんけど、確かにそうだね、高さがないもんね、幅広い分高さがないっていうような感じですね。今からね、キャンプ始めるみたいな人たちには、うん、すごくいい、カップルとか子供がまだちっちゃくて3人家族とかの人とかは全然いいと思います。
4人以上になるとちょっと狭いかなって感じ。別にあのタープだけでもいいと思うよね。デイキャンプとかだったら確かにタープのなんか動画で見たらいいんやけど、うん、このポールをこっちに短いの持ってきて、うん、後ろはもう地面に打つんよペグを。うん、はいはいはい。でこう分かる、めっちゃ斜め斜めで、うんうん、あっちはもう地面についてただ火だけ、日差しみたいな。そう、それでデイキャンプでしてる人とかもいた。いろんな使い方があるからね、うん、テントとタープが分かれてるってお得よね。結論、エントリーパック TT はどんなテント、どんなテント最強テント、うん、入り口最強テントって感じ、ね、なんて言えばいい、初めに買うテントとしておすすめ、うん、初めて買うテントだったらナンバーワンじゃないかな。なんかよくみんな言ってるよね、こうキャンプで安く済ませようとするとその分後悔するみたいな、うんうん、ほんとその通り、うん、テントも今は安いのにたくさんあるんですけど、なんかね、まあ安いいいわけじゃないから、ある程度有名なメーカーさんとか、うん、あとはまあちゃんとしたやつとか選ばないとやっぱ使ってから後悔するよね、うん、まあ、今回2、3年ぐらいから出てるのかな、うん、前からこのエントリーパックっていうのは、うん、まあ、これからキャンプを始めるって方、もしくはなんかサブとかのテントとかでもいい、二つ持ちとかでもいい、今回このスノーピークの良さについて、良さと、まあ、メリットデメリットみたいな、まあ、悪いのはあんまなかったんですけど、うん、本当におすすめのテントなのでぜひ皆さんも迷ってる方は購入してみてください。迷ったら、何にしようって迷ったら絶対これがいいですね。はい、ということで今日はまだ時間も早いんで、まあ5時半、いつもだったらもうこんなのありえないよね、うん、この時間ぐらいにテント立ててるみたいな感じもうゆっくり温泉に入って、うん、ちょっと夜食食べて早く寝て早く起きます。いやー、いいね。いいね。じゃあ、まあ私たちの動画に何回もこのスノーピークエントリーパック TT っていうのは出てるので、開封動画もあるし、まあ、ちょっと詳しく知りたいよって人はそちらもぜひ見てください。それでもまだもうちょっとこう、もっともっと知りたいなって人は全然、DM でも、コメントにでも、書いていただければお返事いたしますので、何かあったら全然質問してください。お待ちしております。はい、はい、ではまた次のキャンプでも次の動画でもお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。Rain on the sky, I'll cover you.
マジで。どう？ご飯めっちゃ良くね？うん、痛くない？おいしいやん。やば、うまっ。今までで一番のキャンプご飯が美味しい。